どうも、福井県住みます芸人めしめしあがれゴニョです。今日はですね、すみません、バイト前というわけでバイト先から、こぼれ話をお届けしたいと思います。最近僕チョコレートにハマってるんですけど、この間コンビニでこの細長いチョコレートをね、購入して、でレジに持っていこうとしたんですけど、最近携帯払いでねやるのが多くなって、チョコレートを出したと思ったら僕間違えてスマホをねチョコレートと思って出してましたね。はい、でチョコレートをこうやって、ね、よくわからんミスをしてましたね。はい、まあほろ苦い思い出というわけで、はい、まあ今日はですね、おにぎりじゃん、こちらです。これは石川県の新米百万石というね、石川県のブランド米でございます。今日はもうねシンプルにおにぎりのみ塩おにぎりでお米の良さを引き出すためにいただきたいと思います。うん、うまっ。大粒っすね、米が。うん、うん、ちょっとこれはやばいっすね。100万石ね、食べたら100満足するって言われて100万石。うん、この100満足さんで今日も一日頑張りたいと思います。それではバイバーイ。10月27日ミシミシやがれコニオタンドロカイブチケットの取り置き絶賛お待ちしております。そして YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、Facebook のフォローも皆さん本当によろしくお願いします。待ってます。